さあ、ミドルです。ドドン来ましたね、コンマ42。これもどんどん来ました。あはは、4、コンマ46に対してコンマ42というね、これはもう激戦必至ですね、この2人の対戦。楽しみな対戦ですね。まあ本当、どんどん上手い選手出てきててですね、面白いですよ。さあ、まず55取って446残り。この岡戸選手もね、点取りがうまいイメージがありますね。60よく入れてきますよね。さあ、100取ってきます。だからこうセッティングを中山選手みたいにちょっと短めにしてですね、水平に刺すセッティングがあるんですけどね、このセッティングがどちらかというとこのクレイトン選手だとか、フライトもちょっとちっちゃくしたりするんですよね、この水平に刺す選手っていうのは。だから下に刺してもこう横からこう上を通す感じで狙っていくんですよね。だからやっぱそこのソフトダーツっていうのはちょっと個性がね、やっぱ出にくいんですけど、スティールダーツってのはもう本当に千差万別で、で自分のこう刺し方とかでセッティングだとかを、だからソフトダーツよりこうなんか自分のセッティングがいろいろあり、面白いですよね、いろんなセッティングがあって。だからこう、アンダースタッキングされる方は、アンダースタッキングっていうのは、要するに、ダーツを上につけて、こう下からこうぶつけて、こう狙う選手なんですけどね。カヤっていうのはやっぱこうシャフトとかフライトを大きくしたりとかしてこう受け皿を広くするんですよね。でも夜角がこう角度がつくんで、下につけると全く狙いにくくなるですよね。だ岡戸選手も案外こう水平に近い感じで、そんなに夜角つけないですよね。さあ、257残り。237残り。さあ、カバーしてきて176残り。上がり目出せず。186残りから。166残り。トリプル捉えて106残り。きゃー、140取って46残り、176から上がり目ないので、下につけたらサイドから上を通す感じ。これが決まってないですね、今日はね。上がり目は出ますが154、46残り。さあ、どっちをチョイス、6と10のところ、ドドンときたらダブルですね。で、12なので34残り、17ダブル、狙うのか、それともアレンジまで。そして中山選手チャンス、154残り。トリプル捉えて84残り、あ、94残りで、内に入れて20で
20狙って56残り。きたー、1投目うまい。さあ岡戸選手も力つけてきてますからね。140点取りうまいですね。20の強いイメージがありますね。さあ中山選手、後がない中山選手も入れてくる。そして140返す、140取られて140返す。トリプル捉える。300残りからきたー、121。すごいですね、140、121。さあ15入ってしまいました。あー、ここトリプル返す。そして90取って、95取って266、残り240から20ライン。180から175から、あー、これは上がり目出したけど20ライン入れたかったですね。266、オール20、あ、19でいくんですね。おー、133取って133残り。266だからね、まあそこはもう全然狙い目はあるんですけどね。19でも20でもいいパターンなんですけど。さあ133残り、20から113、93を19、102残り、82をブルーチョイスですか、42ですか、あ、14ですね、14、42というか、42というのは14、トリプルの方ですね、14、打っての68を20で、そして20シングルに入れて48残り、74残り、まあ、14とかね、18打つんですよね、最近 PDC、18打つ人も多いんですよ。これいけないですね。これでトライができなくなりますね。最近ですね、54残りを、あ、じゃあ74残りを18とかいきますね、行く方も増えてきましたね。まあいろいろね、研究も盛んみたいなんで。さあ16からのザニー32、あ、うまい。いやいや、な、岡戸選手ダブル強い。岡戸選手これで、68進出です。